今回紹介するのは復刻版配送戦利という本です。中国人兵士が自ら語った中国軍の腐敗と略奪の記録昭和13年に刊行されるや瞬く間に100万部を超えるベストセラーとなった知られざる戦争文学の名著が 現代によみがえる本書の前半は前線における品軍の様子と兵士たちの人間模様を中心に描かれ後半は美不要という女性との王上城大尉と法注意次に王上城とア子ラの戦争の中でも揺れ動く男女の三角関係が描かれている前半で主人公のア子ラが見たものは 給料の満足に支給されない信濃兵隊にとっては表面はいかがともあれ略奪が依然として給料であり戦争なるものが一つの略奪商売であり軍隊なるものはその最もよく訓練された貴族であると述べている著者は戦争というものは非常に揮発性を持った感覚の集合体。 これが発揮してしまっては戦争の抜け殻になってしまうとしています。戦後 GHQ が7,000冊以上を噴射し、プレスコードや四大教育指令などで歴史がねじ曲げられて72年、昭和13年に出版され、100万部以上の大ベストセラーとなった本書は、当時の日本人が品事変。 日中戦争をどのように捉えていたかの材料を現代の日本人に伝える必読書ではないでしょうか。以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。